再び増加に転じるのでしょうか新型コロナウイルスの県内の新規感染が1000人を超えました感染が確認されたのは広島市で480人福山市で178人など合わせて1002人です感染者が1000人を超えるのは先月11日以来でおよそ1ヶ月半ぶりです